はい、こんばんは。えー、本日この回はですね、ちょっとアメリカ大統領選でね、えー、大きい動きがあったんですね。でこのことをですね、えー、まあこれね、えー、ちょっと伝えなければいけないなと思ってるんですね。これはね、アメリカ大統領選においてですね、えー、この今現職大統領であるですね、民主党のバイデンですね、このバイデン大統領はですね、えー、撤退すると。つまり、 今ね、この大統領選挙ですね。まあ、これからね、まあ、本格化していくわけですけども、えー、ここでね、えー、降りると。えー、この選挙から降りるということをですね、決定したんですね。えー、これはね、非常に大きい動きでですね、この民主党政権ですね、まあ、とにかく現職大統領がね、次の選挙も出ないということをね、えー、ま決定したんで、 そうなるとね、えー、次のね、アメリカ大統領というのはですね、全く新しい人になるということはもう間違いないわけですよね。まあ全く新しい人になるとは言っても、えー、これ共和党の方のね、候補者は、これはトランプなんでですね、まあトランプはね、全、えー、ね、大統領ですから、えー、また返り咲くということになるんですね。うん。で、これとにかくね、 バイデンについてはですね、とにかくね、恒例じゃないですか。高齢批判があってね、えー、これはまさに人の名前をね、よく間違えたりですね、これ本当にびっくりするようなね、えー、ね、みんながちょっと周りでね、ダンスを踊ってんのにですね、楽しくダンスを踊ってんのに、バイデンだけがですね、老人形のように固まってるとかね、まあそんなにちょっとね、怖いようなね、あのー、ね、映像も流れたりしていたわけですよね。なので、これはね、 えー、もう次のね、4年間、これダメだろうと。まあ誰が見てもそう思うわけですよね。うん。なので、この民主党の中ではね、えー、とにかくバイデン交代してくれというね、声がね、まあ強かったんですよね。まあ、そしてここに来てね、トランプがですね、ね、銃で撃たれてですね、まあ奇跡的にもですよ、ね、こうちょっと頭の位置をね、ちょっと変えただけでね、 この弾丸がね、耳の上をかすっただけでね、済んだというね、そういう奇跡的なね、生還というかな、まあそういうことをしたわけですよね。なのでね、その時のこの写真もですね、正常期をバックにしてね、このね、トランプがこう片手を振り上げてるね、写真がね、あまりにね、その、<laughs> いい構図なんで、これはすごくね、宣伝として使うということで、これはもうトランプがね、相当有利な立場にね、立っちゃったということですよね。 うん、なのでね、もうバイデンじゃ、もう、ね、どう見ても無理だろうっていうね、ことですよね、うん。というようなことでね、とにかくね、この世界の政治ね、こう目,を目を向けてみるとですね、これね、アメリカでもね、まあ、変化が起きつつあるんだけども、まあ、ヨーロッパ含めてですね、やっぱり変化がね、ものすごく起きてるんですね、政権交代ね。うん、なのでね、これはね、このアメリカの様子を見ても,見てもですよ。 日本はね、いつまでね、こう自民党政権やってるんだっていう話ですよね。まあ、特にね、この岸田政権ですね。ね。もう、なんていうかな、のらりくらりというかね、なんていうかな、岸田さんという人もね、このまあ、ちょっとね、印象を語って申し訳ないんだけども、若さがないですよね。なんていうかね、しぐさにですね。なんかのらりくらりしていてですね。ね。 そしてね、喋、えー、ることはね、官僚の作文でしょ全然魅力感じないですよね。全然魅力感じないしね、政策的にもね、なんかやったのみたいなね、そんな感じじゃないですか、ね。なのでこれはね、岸田さんもね、もうバイデン見習って早く撤退した方がいいですよ。ねうん、早く撤退,撤退し、撤退した方がいい。ねまあ、いずれにしてもね、もうとにかく岸田さんじゃ選挙に勝てないっていうんでね、 この9月にはですね、この自民党のね、えー、総裁選ですね、この9月、岸田さんはね、まあ出られないでしょう、多分ね。うん、ねでその後ね、誰になるかね、まあ、石破さんになるのかね、どうかよくわかりませんけどもね、うん。まあ石破さんというとね、こ自民党の中でね、麻生さんとの間でね、こう、吸ったもんだがね、ありそうなね、まあったようなね、ことをね、ずいぶん語られてますけどね。うん。 いつまでそんなことやってんだっていう話ですよね。ね。まあそうなるとね、えー、これはね、前の動画でもお話ししたんですけどもね、これ立憲民主党でですね、新しい動きがね、どうも出てきてるんですね。あなのでね、これ立憲民主党のですね、ウェーブがまた起きるかもしれないと僕はね、見てます。ね。うん、そうすると、日本の政治も新しい段階にね、行く可能性があります。ね。 うん、いずれにしてもね、その前のこのね、岸田さんね、うん、野良黒三等兵って昔あったけどもね、野良黒岸田さんはね、もう早くね、あのー、撤退してほしいですね。バイデンと同じようにね。うん。まあ、そしてね、この回を取るけバイデンね、うん、この撤退の様子をね、ちょっと見てみたいと思うんですけどもね、うん。まずこれね、BBC ニュースがですね、えー、結構詳しくね、あのー、この取材してね、書いてるんですよ。ね。この一週間ですね。 とにかくバイデンはね、この一週間ね、うん、選挙戦を戦い続けるつもりだというふうに力説していたんですよ。ね。ところがね、21日朝ですね、21日,21日の朝ですね、これはね、がらりと変わったわけですよ。ね。うん。これ BBC の取材によれば、20日の夜にですね、バイデンがね、やっぱり撤退すべきかどうか考え始めたっていうんですよね。うん。そしてね、 えっとね、最も親しい顧問の一人である、スティーブリ・リシェティですね。スティーブ・リシェティね、うんえー。このね、リシェティ、ミスター・リシェティを含むですね、少数の身近な側近たちを集めてですね、えー、バイデンはね、話し合ったっていうんですよ。ねうん、でね、その場には他にね、首席戦略官のマイク・ドノリンであるとかね、大統領首席補佐官代理の アニート,トマシーニであるとかね、えー、あるいは大統領夫人、書籍、補佐官のアンソニー・バーナルっていうね、まあ、そういう人たち5、6人が集まってね、うん、そして話し合ったって言うんですよ。ね。そしてそこではね、この側近たちがね、まあ、データですね、まあ過去のデータね、現在のデータ、それをね、こうじっくり見ながらね、今の政治状況で、 バイデンがトランプに勝てるだろうかと,ということをね、検討したということなんですよ。ね。でその結果、まあ、それをね、いろいろ聞いてですね、その結果、その翌日朝、21日朝に、バイデンは撤退を決定したということなんですね。うん、まあ、要するにこれはね、簡単に言ったら勝ち目やないとというふうに観念したということですよね。うん。ね。そして、えー、バイデンはですね、電話でね、 えー、大統領取席補佐官のジェフ・ザイエンツであるとか、えー、選挙対策本部長のジェン・オマリー・ディロンであるとかね、あるいはその副大統領のカマル・ハリスですね、まあ、それぞれ、ね、個別に電話で知らせたと,ということなんですよ。ねあね、そしてその後ね、えー、バイデンは、ね、このホワイトハウスの幹部であるとか、この選対幹部とビデオ会議を開いてね、 まあ、いろいろね、どういう、これからどういうふうにすべきか話し合ったということなんですよね。うん、そして、えー、その30分後にですね、バイデンは、ねえー、この後釜を誰にするかということで、えー、副大統領のカマル・ハリス、ね、それにすると、それを支持するということをお、自分のね、ソーシャルメディアに書いたということなんですね。うん まあこれがね、一連のですね、えー、バイデンが決心するに至った、撤退を決心するに至った経緯、いきさつなんですね。うん、これがね、BBC がね、えー、取材してね、その結果なんですよ、ねえー。これはね、ホワイトハウスの幹部であるとかですね、まあ、ホワイトハウスの関係者ですね。うん、それにね、えー B、BBC が取材して、そしてそこでね、えー この結果が分かったということなんですね。うん。ね。うん。そしてね、えー、っと、じゃあね、この、カマラ・ハリスですね。まあこれね、えー、とにかく、現大統領や、大統領であるバイデンがね、まあ、指名したわけですよ。後継者としてね。うん、でね、まあ、後継者として指名したといっても、 それですんなり、えー、カマラ・ハリスがね、後継者になるかというと、そうはいかないんですよね。うん。これやっぱりね、民主党のですね、大統領候補ね、これ指名を受けなければいけないんですよね。うん、指名を受けなければいけない。ねこれね、8月にですね、民主党の全国大会が開かれるんですよね。そこで、えー、これ民主党の大議員がいてですね、それが過半数ですね。過半数。 うそのカマラ・ハリソン、ね、に投票しないとお、大統領候補になれないんですよね。うん、そういう状況なんですよ。ねうん、ねでね、これはね、えー、と大議員数はね、えー、2024年の大議員数は、民主党ですね、4672人いるんですよね。4672人ですね。うん そして、この過半数ですね。指名獲得ね。過半数を獲得しなければいけないんですね。うん、ね。うん。そしてね、カマナ・ハリスはね、今ね、この大議員のね、過半数である、1969人ですね。これをね、まあ、確保したいと。というようなことをね、やっているんだけども、えー、これはね、もしね、過半数を獲得できない場合はですね、 これはね、またね、えー、別のね、えー、こシステムがあってですね、えー、そこのね、システムね、まあ、これルールに基づいてね、あるんだけども、それを経なければいけないんですよ。ね、うん。今ね、えー、とカマラ・ハリスの他にですね、名前が挙がっているのが、民主党のね、候補としてカリフォル、カリフォルニア州のですね、ギャビン・ニューサム知事ですね、それからミシガン州のグレッチ,ングレッチェン・ウィットマー知事ですね、 それからケンタッキー州のアンディ・ベシア知事、それからイリノイ州の JB ・ブリッツカー知事ですね。それも公認候補としてね、名前が浮上しているということなんですね。で、もちろんね、この中でカマラ・ハリスがね、一番の候補であることは間違いないんですよ、ねうん。これはね、まずビル・クリントンですね、元大統領、それからヒラリー・クリントン元国務長官ですね。これはね、この夫婦のね、 の夫妻合同の声明で、えー、ハリス支持を明らかにしてるんですよね。これは非常に大きいんですよ。ね、だけど、まだね、オバマがね、それをね、えー、それを表明してないんですよ。ハリス支持をね、表明してないんですよね。ここがね、ちょっといまいちよくわからないということなんですよね。だけども、体制はあカマラ・ハリスでね、いくんじゃないかというようなね、えー、ことなんですよ。 で、ハリス自身もね、えー、この大議員とか、民主党のこの要職の人にね、電話をかけて、この指示取り付けの動きをもうすでに始めてるっていうんですよね。うん、なのでね、えー、これはまあハリスね、じゃないかということなんですね。うん、そしてさらに言ったらね、えー、このね、選挙資金ですね、これ、えー、5月末時点で9100万ドル、これからバイデンとハリス陣営がね、集めたんですよ。 うん、でこれはとにかくね、まあいろいろね見方はねあるんだけども、とにかく、うんハリスもね、えー、カマラ・ハリスもこの選挙活動、ね、この提出書類の中に名前をね当然ながら連ねてるわけなんで、ハリスが、カマラ・ハリスが候補者になった場合は、ですねこの選挙資金の大半、この選挙資金は、えー、カマラ・ハリスに移される、ね、可能性がねあると。 ということなんで、お金の面でもね、非常にスムーズにいくんじゃないかっていうね、えー、ことなんですね、うん。だけどね、これとにかくね、あーねカマラ・ハリスがねあの、候補者になったとしても、トランプに勝てるのかという問題ですよね。ねこれはね、よくわからない。ね、よくわからないし、あとにかく今ね、その例のね、 まあ暗殺未遂事件がね、あって以来ですね、えー、トランプに対するね、この、まあ、人気っていうかな、それがね、ものすごいあるんですよね。なので、今のじ、今のね、現時点の状況ではこれ、とてもトランプに勝てないというね、えー、ことなんですね。あねだからこれトランプがね、大統領にね、また返り咲いた場合ですね、 この世界政治経済に与える影響ってのはね、ちょっとね、えー、非常に不気味なところがあるんですよね。例えばね、今ね、あのね、この中東のね、ガザ地区の状況があるじゃないですか、ねうん。これパレスチナのね、パレスチナ自治区のガザですね。ここイスラエルがね、ものすごく攻撃してるじゃないですか。ねうん、でとにかくね、トランプといえばね、これはすごいね、 イスラエル支持がね、イスラエル支援がね、の姿勢がね、まあ、露骨なんで、これはと,とんでもないことになるんじゃないかっていうね、これ心配がものすごくあるんですよ、ね。そういうね、ものすごい心配があるんですよ。ねうんね、それからね、あのー、その世界政治、ね、で言えばね、ウクライナの問題もあるじゃないですか。でトランプといえばね、とにかくロシア、ね、プーチン、ね えー、かなりプーチンよりロシア寄りじゃないかというふうにね、言われてるわけですよ。ね、なのでこれはね、またウクライナもとんでもないことになるんじゃないかっていうね、ことも心配されているんですよね。うん。だけどこれについてはね、トランプがね、この報道によると、トランプがウクライナのゼレンスキー大統領にね、この電話してね、まあ、心配するなと、ねうん。自分が大統領に、ね、なっても別に変わったことはないと。ね。うん。 ロシアのね、えー、これ利益になるような、えー、そんなフェイクニュースは信じちゃいけないと。というようなね、ことを伝えたというんですよね。うん。ね。まあ、ここのところはトランプはね、って何を考えてるのよくわかんないとこなんですよね。うん。よくわからない。それからもう一つね、えー、これすごく心配されるのはね、僕も本当に心配なんだけど、これトランプといえばね、地球温暖化対策にね、後ろ向きじゃないですか。ね。うん。 地球温暖化なんて一体誰が言い出したんだそんなものは。ねみたいなね、ことをね、過去に言ってるじゃないですか。ねそうするとですよ。ただでさえですよ。今ね、すっげえ暑いじゃないですか。<laughs> はっきり言ってね。うん。この温暖化ですね。さらにブレーキがか、ね、かからなくなっちゃうんじゃないかっていうね。もう僕はこれね、すごい心配ですよ。ね。 だってアメリカの取り組み,り組みっていうのはね、この地球温暖化防止のためにね、ものすごい大きいじゃないですか。そのアメリカがね、このトランプが大統領になることによってね、後ろ向きになってしまったら、これ大変なことになりますよ、人類にとってね。うん、これがね、僕はね、すごい心配ですよね。うんねうん、気温上昇ね、異常気象ね。うん、大変なことなんですよ、ね。食料危機もね、ものすごいもの,ものすごいものになると思いますね。 うん、でトランプというのはね、こういうね、心配があるんですよね。うん、ここのところはね、本当にね、うん、アメリカ人もね、ちょっとね、真剣に考えてね、いただきたいというふうにね、思うんですね。うん、ねだけど、その一方でね、またね、別の見方もあるんですよね。どういうことかというと、この今、世界はね、このグローバリズムとね、ローカリズムっていうね、言葉があるじゃないですか。ね グローバリズムってね、簡単に言ったらね、まあアメリカのね、仕様にこう全部ね、全世界合わせるっていうね、それがグロ,グローバルにやろうじゃないかっていう話じゃないですか。ね。で、そのに対してローカリズムってのはね、えー、とにかく各国ね、まあ各国の国民第一ということでね、国内政策第一ということですよね。ローカリズム。それで、えー、国内政策を第一にしながら、 その上で各国の融和とかね、協調を図っていこうじゃないかということですよね。うん、で今とにかくね、グローバリズムからローカリズムへ、ローカリズムへっていうね、この流れがあるんですよね。このヨーロッパを見てもですね。そして、このアメリカを見てもですね、このトランプっていうのはね、まあ簡単に言ったらローカリズムなんですよね。うん、アメリカ第一主義なんですよ。ね。 うんまあ、アメリカ第一主義っていうとね、非常にね、怖いような気もするんだけども、でもね、これはまあ、なんていうなアメリカを一国として捉え,捉えるとすれば、まあ、それはそれでわかるんですよね、ローカリズムということでね。うんねなので、アメリカにもね、この、アメリカにね、輸入されるね、輸入物品に、この関税をですね、この交換税をかけるとかね、まあ、そういうことをトランプは言っているわけだけども、まあ、これもね、考えてみたら、 あまあね、独立国としてはね、まあそういうこともあるでしょうというようなことは言えるわけですよね。うん。とにかくね、このグローバリズムでね、日本はものすごいね、苦労したんですよね。うん、例えば日本企業の場合はね、この会計基準がね、グローバリズムとか言ってね、アメリカ流のね、会計基準にね、えー、なっちゃってですね、ものすごいね、この各企業のね、 この財務担当者であるとかね、すごい苦労したんじゃないかなと思うんですけどもね。うん。ね、で、結果ね、その結果、ああね、どういうことが起きたかというとね、日本の企業はね、アメリカの目に丸裸にされてですよ。ね。まあ、そんなようなね、グローバリズムの名を借りたね、アメリカニズムみたいなね、そういうことになっちゃったわけなんですよね。うん。で、トランプがね、この言ってるのは、まあ、ローカリズムですよね。うん。でね、 うん、そしてまたね、逆、それを逆に言ったら、ねトランプが大統領になった場合に、アメリカ第一主義、アメリカローカ,ローカリズムで来るので、日本はね、それに対抗できるのかっていう問題ですよ。ね、つまり日本の正解にですね、まあ、トランプというのはね、このビジネスマン外交ですからね。うん、まあ、貸し借りの感じですよね。うん、貸し借り損得の感じですよ、ねうん。日本にいいことをしてやる代わりにアメリカにもいいことをしろと。 まあそういうことですよね。ここは譲って、あそこはお前が譲れ。ね。うん。まあそんなようなことですよね。このビジネスマン外交に対抗できる人,人物が日本の政界にいるのかっていうことですよ。ここなんですよ、問題はね。うん。例えば、安倍さんね、安倍晋三さんという人がいましたよね。これも悲惨だったんですよ。これ何度もね、えー、伝えたんだけども、 例えば日本のね、防衛費の2倍というのはあったじゃないですか。ね。これは要するにトランプにやられちゃったわけですよ。どういうことかというと、ね、アメリカの軍産複合体っていうのはね、要するにまあね、軍産複合体、そこからお金を吸い上げるわけですよ。はっきり言ってね、中抜き中抜きでですね。そしたら、とにかくアメリカの兵器をね、高額兵器をいっぱいね、たくさん高いお金で買ってくれる国がすごく素晴らしいわけじゃないですか。なので、トランプにとっては、 安倍晋三様々なんですよ、ね。安倍さんはとにかくアメリカの高額兵器をね、そのままいい値で買ってるわけですよ。ね、トランプが怖いので。ね、さらに言えば FMS 協定っていうね、これね、普通のね、商取引であれば、例えばロッキードとかレイセオンであるとかね、それと日本政府がね、あの直接相対して相対取引やるわけですよ。ね ところが FMS 協定っていうのは、そこにね、アメリカ政府が一枚噛むわけですよ。そしてアメリカ政府は、いや、実はここに研究開発費がすごくかかってるんだ。なんとか言ってね、うん、ロッキードとかレイセオンとかね、まあ、そういうね、えー、この軍需企業のですね、兵器にね、その低下のね、2倍、3倍のお金で日本に買わせるわけですよ。ね。これが FMS 協定なんですよ。そしてその2倍、3倍になれば、 アメリカの中抜き分はものすごい増えるじゃないですか。取り分がね。うん、軍さん複合体大喜びですよ。ね。うん。これが安倍さんとトランプの間でね、やっていた密約なんですよ。ね。FMS 協定がねえ、それまでのはですね、20%から30%だったんですよ。ね。アメリカから輸入する高額兵器のうちね、2、3割だったんですよ。それが安倍さんの時になって7、8割に増えちゃったんですよ。 ちはしわりにね。そしたらもうとにかく日本の防衛費が足りなくなっちゃったんですよ。そこで安倍さんがね、それじゃあ防衛費を2倍にしようじゃありませんかみたいなことでね,ね。防衛費の2倍になったわけですよ。ね、GDP 比ね、2%ね。それでどうですか我々ね、えー、特別所得税、ね、1950、えー、年代ね、えー、後半までですよ、うん。特別所得税、ね、いつも取られるわけですよ。 ね、ピラッと髪が来てですね。そんなようなことになってるわけですよ。これがトランプなんですよ。ねで。安倍晋三さんのように弱い首相がなっちゃうと、ね。トランプにいいようにやられちゃうんですよ。ね。うん、ねなので安倍さんのような弱い首相じゃなくて、きちんとした首相を出せるのかという問題ですよ。ね。うん。ね。そこなんですよ。ね。 こういうところはね、とにかく今度の都知事選を見てもわかるようにですね,ね、もう自民党とかね、まあ立憲民主党もそうなんだけど、規制政党はもう有権者から見透かされてるんですよ。ね、結局やってるのは、ね、内は揉め、内輪は喧嘩ばかりでね、うん、何もまとまらない、ね。国民のことなんか何も考えてないじゃないか。ねうん、アメリカ政府にね、 どんどん高額兵器のね、FMS 協定で金を流してるだけじゃないかと。ね。うん。それで言って何が、どこがね、政権党だよっていうね、話じゃないですか。ね。うん。それが都知事選なんですよ。ね。うん。まあ、というようなことでね。まあ、これね、まあ、前回の動画で話しましたけども、どうやら立憲民主党はようやく動き出して、新しい動きが今出つつある。ね。ということですね。うん。 とにかくアメリカではバイデンがね、こうやって引っ込むね、ね、トランプなりそうだということですよ。となると、トランプがやってくるのはアメリカ第一主義、ローカリズムですよ。それに対抗できる日本のローカリズムを背負う人材が日本にいるのかということですよ。日本にいるのかと。ね。うん。そこで我々はね、僕たちはですね、新しい顔を求めなければいけないということですよ。 新しい顔、ねね。既存の今の政治家の顔を見てくださいよ。ね、トランプを跳ねのけるだけの努力、ね、のある人いますか、ねうんね、そういう話ですよ、ね。まあ、というようなことでね、まあ、とりあえずね、えー、これバイデンと一緒にね、岸田さんもね、知り解いていただきたいと,というね、ことを、ね、言いたいんだけども、 とにかくアメリカがね、えー、今ね、動きつつあるんで、日本もね、動かなければいけないということですよね。うん、まあ、というようなことでね、えーまあ、本日2本目ですね、まあ、ちょっとね、時間もね、ちょっと、締め切り時間っていうかな、それが迫ってまいりましたのでですね、迫ってまいったので、えー、本日ちょっと短めですけどね、えーこあ、このあたりで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。